皆さんこんにちは、紙芝居師なっちゃんです。紙芝居師なっちゃんの夏子話、平日夕方晩御飯前の時間に紙芝居のお話をお届けしております。さあ今週はですね、川崎競輪場で年間を通して紙芝居公演をさせてもらいました。そのオリジナルのストーリーを連載もので全5話お届けしているうちの今日は第2話なんですけども、お話は、とある少年が競輪選手の競輪をね、競技をしている姿を見て、僕も日本一の競輪選手ならと決意し、その夢に向かって頑張るストーリーなんですね。で、昨日は、ね、ひょんなところから川崎競輪場に行って競輪選手を見て、よし、日本一の競輪選手になると決めたところで終わりました。さあ今日は第2話、どんな話になるのかなということで表紙を見ていただきましょう。今日のお話、九太郎の、じゃん、競輪夢物語第2話なんですね。そうなんです。この九太郎ね、前回は小学校3年生だったんですけども、ちょっと大人になっております。ね、どんな風に、こうね、競輪選手への道を歩むのでしょうか、というお話なんですが、その前にちょっと皆さんにね、この夢物語全編を通して、共通するポーズが出てきますので、それの説明をさせていただこうと思うんです。さあ、前回もね、ありました。これ、ちょくちょく出てきたんですけど、皆さん覚えてますか？これね、これは九太郎ですよね。で、幼馴染の東子ちゃん。で、前回出てきた、ちょっとこわもてのお兄さんが、なんか、こうね、共通のポーズを、こう、撮ってるわけですね。こんな感じですね。っていうのでですね、このシャキーンという音に合わせて、このポーズをね、こうね、お話の中でいっぱいやってきました。これ一応ですね、自転車に乗ってこう漕いでいる時のこう姿をイメージしまして、この、夢物語全編でたくさんこのポーズが出てくるんですね。で、実際に川崎競輪場でやってる時に、この話を演じてる時に、もう皆さんにこの音に合わせてやってもらってたわけですね。なので、もし今日ね、よかったらですね、まあ、ちょっと体をね、こう動かす。こうね、ちょっと運動にもなりますので、よかったら、っていうのをちょっとね、皆さんで一緒にやってもらおうかなと思います。今日もたくさん、このポーズが出てきますのでですね、楽しみにしててください。それではお届けしましょう。九太郎の競輪夢物語第2話、始まります。みんな、こんにちは。僕の名前は九太郎と言います。みんなには夢があるかな？将来は何になりたい？僕の夢は日本一の競輪選手になること。さあ、このお話の中で僕の夢はどんどん、どんどん、どんどん大きくなっていくんだ。それでは、九太郎の競輪夢物語第2話の前に、前回のあらすじ。九太郎は川崎市内の小学校3年生。大好きな戦隊ヒーローショーがあるって聞いて、幼馴染の東子ちゃんと一緒に会場の川崎競輪場って場所に行ったんだ。そこで生まれて初めて競輪選手のレースっていうのを見たんだけど、それがね、とってもかっこよくて、走ってる選手が戦隊ヒーローに見えたんだ。僕と東子ちゃんはレースに夢中。そして競輪レース体験コーナーで僕はなんと優勝してしまったんだ。ててててててそこにいたちょっとこわもてのお兄さんにいきなりこんなこと言われたよ。君、競輪選手にならないか？よし、僕日本一の競輪選手になる。そして東子ちゃんも、私も日本一のガールズ競輪選手になる。僕と東子ちゃんの夢はこうして生まれたんだ。そしてあれから8年後の
トウコちゃんは高校を卒業して伊豆の山の上に立っている大きな学校に入学した。トウコちゃん、いよいよだね。うん、私たちの夢のスタートね。そう、僕たちが入学したのは日本にたった一つしかない競輪選手になるための学校、日本競輪学校だよ。日本競輪学校は実は入学するのがとっても難しいんだ。なんでね、筆記でしょ、そしてね、実技の試験に合格して、いよいよこれから2年間競輪選手になるためにいっぱいいっぱいトレーニングと勉強するんだ。今日は入学式、ここにいる仲間たちと一緒に僕頑張るぞ。私、みんなについていけるかな。さすがのトウコちゃんも、そして僕も不安でいっぱいだってね。じゃじゃーん、ここからは僕、キューちゃんが説明しよう。僕は川崎競輪のマスコットキャラクター、キューちゃんだよ。いい？ここの学校はね、一日のスケジュールがこんなにびっしり決められているんだ。例えば、朝6時半、速やかに起き、シンクロ整頓。そして、たった15分後、朝6時45分に点呼から始まって、授業は特訓はもちろんのこと、寝る時間、自習時間、入浴、掃除時間まで決められてるんだ。厳しい！さらに、これみんな耐えられるかな？スマホや携帯、電話は禁止。なんと、電話は公衆電話なんだよ。しかも、決まった時間にしかできない。電話の場所も、この敷地内一箇所だけ。私、大丈夫かな？パパやママの声が聞きたくなっちゃうな。と、トウコちゃん。その他、いい？買い物に出かけたり、食べ物の持ち込みも、ブルーダメ。普段の生活すべてに決まりがあるんだ。そうなんだ。競輪選手になるためには、この厳しい生活を乗り越えなきゃならないのね。そう。今第一線で活躍している競輪選手はみんなこれを経験してあんな立派な選手になってるんだよ。でもね、みんな、その代わり自転車の練習がいっぱいいっぱいできるよ。同じ夢を持ってる仲間もいっぱいいるし、みんなで励まし合うことだってできるんだ。そうだよ、トウコちゃん。あの時、川崎競輪場で見たあのヒーローのような選手に、自分も、トウコちゃんもなるんだ。僕、頑張る。僕たちは見たんだ。彼らの、あの、太くて輝く太もも。あの眩しい太ももは、一流の競輪選手の証なんだ。そうだ、僕たちの夢なんだ。僕たちは日本一の競輪選手になる。うん、私も日本一のガールズ競輪選手になる。うん、僕だってみんなのこと応援してるよ。さあ、いよいよ競輪学校での日々が始まった。これは大変。来る日も来る日もトレーニング、自転車をこいでこいでこいでこい続けたよ。うん、雨の日も晴れの日も風が強い日も、坂道だってレーンだってマシンの上でもひたすら来るんだ。
ちろん体作りも欠かせない。体操、ランニング、筋トレ、太ももがこうやってキラ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 輝いてる。おっと、体作りだけじゃない、もちろんちゃんと勉強もするんだよ。例えば自転車の整備のやり方、そして競輪の歴史、レースのルール。はあ、もう僕たちは忙しい。僕と東子ちゃんはひたすらひたすら日本の競輪選手の代表になるために日々の訓練を受けた。そう、僕たちは日本一の競輪選手になる。その日のために。もちろん辛いことも苦しいこともある。練習しすぎて体が痛くて僕は意識を失いそうになったりした。先生から厳しい言葉をもらって悔しくて弱音も吐いたりした。トコちゃんは電話でこっそり泣いてた。そうだよね、年頃の女の子だもん。お父さんやお母さんに甘えたい時だってあるよね。そうそう、こんなことがあったんだ。僕はね、レース形式の練習であと一歩でライバルに負けてしまったんだ。声がしたんだ。おい、ゆうたろー、何泣いてんだい。よ、吉田先生、自分、泣いてないっす。ねえ、何言ってんだおい。俺はな、今までたくさんの生徒を見てきたんだぜ。お前が泣いてるのぐらいすぐにわかるさ。吉田先生は実は現役の競輪選手。今は訳あって後輩の指導でたびたび学校に来ては僕たちに声をかけてくれるんだ。通称先生。実は僕たちの憧れの存在なんだ。ほら見ろ、お前の太ももしょぼーっとしてるじゃねえか。にはな、みんなそんな時があるんだ。その悔しさを乗り越えて立派な選手になれ。いいか、もうすぐ卒業記念レースだろ。このレースでお前に優勝してもらいたい。卒業記念レースの優勝者はみんな一流の競輪選手になってるんだ。そう、実は学校の卒業前に競輪場のトラックで卒業記念レースがある。お客さんにとっては未来のスターを探す絶好のレースなんだ。その時先生は僕にこう言った。俺はな、あの時お前のあの輝く太ももを見て、こいつは日本一の競輪選手になる確信したんだぜ。え？あの時？お前、覚えてねえのか、これを。僕は思い出した。川崎競輪場でレースを体験したあの日、優勝した僕に
君も競輪選手にならないかってあのポーズをしたお兄さん。そっか、吉田先生が小野お兄さんだったんだ。もちろん僕は忘れません。あのポーズと先生や選手のあの太ももを見て僕も競輪選手になるって決めたんです。実は僕、学校の同期のみんなと辛いことがあるとこのポーズをしてはみんなで励まし合ってたんだ。君も競輪選手になるか。僕は競輪選手になる。僕は日本一の競輪選手になる。おお、俺俺見てみろ見てみろ、お前の太ももが輝き出してる。よし、その息だ。卒業レース頑張れ。九太郎、いいか、私との約束だ。このレース優勝しろよ。そして卒業レース当日がやってまいりました。さあ、僕たちは2年間の厳しい厳しい訓練を受けていよいよこの日を迎えた。日本一の競輪選手への第一歩、いくぞ。レディーゴー。さあ、僕は走った走った走った。あの時子供の頃の自分を思い出しながら走った。そしてなんと僕は吉田先生も、東子ちゃんも、同期のみんなも、祝ってくれた。いやー、九太郎、よくやったな。九太郎、優勝、おめでとう。みんな、ありがとう。そして、無事、日本競輪学校を卒業した僕と、トコちゃんはいよいよ競輪選手デビューの日を迎えた。今日は日本一の競輪選手への本当のスタートの日だ。さあ、ここからこの二人にはいろんなことが起こるのですが、それは次回に続く。いかがでしたか、ね、すっかり大人になった九太郎くんと東子ちゃんですね。もうこれはですね、物語の第2話の最後の場面ですけれども、競輪選手のちゃんとしたユニフォームを着ております。ここからまた日本一の選手になるためにね、いろんな試練を乗り越え、紆余曲折があって第5話最終話までもう駆け抜けますので、ぜひ最後まで、ね、金曜日がね第5話になりますので最後までご覧いただければと思います。はい、私はこのようにですね、皆さんが PR したいこと、伝えたいことなどをこうやって紙芝居にして、分かりやすく楽しく届けるというお仕事もしておりますので、紙芝居公演のみならずこういった作るお仕事、そして届けるお仕事も私心を込めて務めさせていただきます。
どうぞですね、お気軽に声をかけてください。概要欄にメールアドレス、SNS のアドレスを貼ってありますので、そこからお気軽に声をかけてやってください。よろしくお願いします。さあ、明日はこの、夢物語第3話をお届けします。楽しみにしててください。それでは恒例のお祈りの時間、みんなで心を合わせましょう。日本の海の妖怪アマビエ、そして日本の八百万の神様のイヤクの神様、大国主スクナヒコナの最強タッグで、世界中にはびこる新型コロナウイルスが収束し、またみんなが笑顔で楽しく幸せな日々を送れますように、心より願って祈ります。ありがとうございました。さあ、明日の第3話もぜひ楽しみにしててください。上柴石なっちゃんの夏子話、明日もまた見てね。そしてみんな、これを忘れちゃいけないよ。用事が終わったら、ステイホーム、家にいようね。